昨日から末置きのホテッテとしてね。なんだけど三大並びの可能性は今もうだいぶ薄くなってきてんじゃないかな。いやこれ204ゲームすでに回ってるんですよ。だから天井狙いの期待値稼働的なところで言えばこっちの方がいいんですよね。しかも三大並び狙いでいくんだったらこれは間違いじゃないですよ。まあ、信用に隣も出てる、その隣も出てる、まあ、隣ちょっと苦しくなってきましたけど、まあ、信用にもなかなか出邪魔では測れないけれども粘ってらっしゃるんですよね、お二人が、右の、バイオも粘ってられて少なくとも、1指定は出てる。で今、まとめると現状移動するべき台はないと。で、3台並び全然見えてきてません。僕が見る限りですけども、そうなったらもう狙いに準じた方がいいですね。では朝一状態から204ゲームを回って0回の当たりの台を打っていきます。当たり方のルートは主に3種類あって、まずはこのゲーム数、ゲーム数順調がこうやって入ってゲーム数から当たるパターンと、あとは大花ステージ 100景ステージから当たるパターンと、あとは絶景ルーレットから直で当たるパターンと、直でリーチ目が出たりするパターンもあるんだけど、まあ、それはだいぶレアなので、私今これ左にバー狙って打ってますけど、チェリー基本的にこれこぼさないんですよ。左では3連狙ってもね、上段にドンちゃん止まって払い出しあるんですよね。バーが見えにくいっていう人はそんなに気にしなくてもいいです。あるんですよね。落ちた。361ゲームでケーキがルーレットですね。これは大花ステージといって、まあ、絶景の2つある、まあ、チャンスゾーンみたいなもんですね。もともとこの花火絶景ってボーナスが当たるリーチ目役、順押しないし挟み撃ちをしたらリーチ目が出る役は130分の1ぐらいで成立してるんですよ。なんだけどそれがね、通常時はそれを引いた時にね、変則押し順ナビが出てリーチ目が隠されてしまうんですよね。通常時は変則押しで隠されてしまうリーチ目がこのステージ中は変速押しナビが出ないから左から止める、結果リーチ目として出現してボーナスになるっていう、そういうゾーンです。まあ、このルーレットっていうかこのハチマキが動くタイミングでいうと、動くタイミングが遅ければ遅いほど熱いですね。レバーを叩いてペローンって横コーンが鳴った時に、第1停止で動かない、第2停止で動かないってなったら熱いです。ハチマキ動かないで、あ、動かない、しかも山を押したから俺じゃ分かんないぞ。あー外れ、あ当たってるじゃん、外れ目から当たった。私が回したゲーム数が216ゲーム、もう1ゲーム回すから217ゲームだ。追い線なし。で打ち上げチャンス、もしくはビッグが出ます。打ち上げチャンス、これは3ゲーム後は5ゲームで、あ、5ゲームだ。この間にビッグ図柄が揃えればビッグ、揃えられなければレギュラーです。通常ゲームと疑似遊戯が交互にやってきて、その疑似遊戯でボーナスを揃えられたらビッグですね。この後は疑似遊戯でドンちゃんを狙えて出るので、背景が青、緑、赤の順で強い。順押してドンちゃんを狙うと、青背景の場合は基本下段に転配します。まあ、下段だと弱いで、緑だと上段に転配して下段に落ちる、それが逆転するとちょい圧ですね。ちなみにこの時は7狙ってもバー狙ってもやれます、疑似遊戯なんで。ダメだ、レギュラーってことですね。ちなみにここまで行って再始動でビッグになることもあります。これね、ビッグとレギュラーの差がでかすぎるんですよ。ビッグだったらね、600枚ぐらい出るんだけど、レギュラーだったら60枚しか出ないんですよ。え？ただね、こっから絶景チャレンジっていうね、引き戻しゾーンみたいなのがあるんですよ。いきますね。これです。まあ、1ゲームだけちょっと
タートしないんだけど、これで何か、1ゲーム紹介したらスタートして、そこから5ゲームで減算。ちなみにここでレア役引いてもデッケチャレンジに行きます。終わったで、引き戻しゾーンが終わりと。右隣さっき何ゲームハマったんだろうな。あ、出た430。いや、やっぱりな、軽いんだよな。これ低設定だとね、普通に500、600いくんですよね。なんだったら天井とか。でもこれこうなったら、この台打ってるよりも左の良さげに打った方、打った方がいいですよね、きっと。さっきは天井への近さ的なところもあってこの台に座ったわけだから、もし3台並びじゃなかった場合に、より良さげの方に打っていた方がいいじゃないですか。はい、というわけで隣の良さげ台に移動してきました。まあ、3台並び狙いなので、まあ、どっち打ってもいいんですけど、3台じゃなかった場合にどっちがいいのかっていう、今のところアイムに1箇所とマイファイブに2箇所以外はまだ見えてないですよね。じゃあ違うんだ。お、高速になった。ってことは何かが期待できる。100系だったら以上確定。215ゲーム。まあ大花だろうな。うん、大花ルーレットケーキで大花ステージ。今右に回んなかった。じゃあ山じゃない、斜め山。はこれは熱いぞ。はあ、287ゲームおいせんが4000円、総投資が6000円。これね、今はキャンセルできるんだけど、4号機時代これキャンセルできなかったから待ってるしかなかったんですよね。でここから打ち上げチャンスか7を狙いか。打ち上げチャンス。銀色。ダメか。いやー苦しい。こうなると苦しい機種なんだ。よし、もう一回アイム見に行こう。アイムは、あれ、アイム開いたんじゃない？アイム開いたやん。ちょっと待って、数字確認させて。190、316、289、多分ここですよ。行きましょう。はい、というわけで、早い段階からここなんじゃないかと思われていたアイムの一角に入り込みました。おそらくビッグもレギュラーもちょっと弱くて泣いたんじゃないかな。3161ゲームでビッグ10回、レギュラー10回、ビッグもレギュラーも316分の1ですね。から打っていきます。もう左隣は4とこの間ですし、右隣はもう化け角200分の1設定7ぐらいで当たってるので、3台足した化け角出してみますか。279分の1、設定5、6寄りの4とこの間ですね。で、おいせんが1000円、総投資が7000円で、単独の化け。これで化け角なんぼ298。よしよし、許容範囲になってきた。サキペカ21ゲームサキペカからの単独のビッグ。よしぞ。まあ今日の取材正解がおそらくはまあ5、6と思われるんだけど、アイムはチェリー狙いだと設定5で約 105% あるので、まあ 105% といえば私は稼ぐ稼働でギリギリ打っていいライン、ボーダーラインだと思ってるので、この上6じゃなくても、ブドウがついてこなくても、まあこういう何かしらね、取材的なもので4じゃなくて5ですって分かってる状況なら全然アイムでも打てるんだよな。チェリー狙いでガンガンぶん回せるっていうメリットもあるし。あ、そうか、このお店データサイトから履歴見れるから、昨日の私が最初で打ったハッピージャグラーの昨日のやめゲーム数見れるわ。やっぱそうだ、昨日15ゲームやめですわ。だからやっぱりあれは据え置きだったんだ。こちらのお店ではアイムで朝一 BGM 変化運命とか流れたら据え置き濃厚ってことですよ。なかなかね、ジャグラーで今
前立者じゃない店って探すのも難しいから、この変更確認をもとにこちらのお店は推し意識決められる可能性があるってことですよね。だから今日みたいに三大並びとかがある日だったら、もし私がね、今日朝一打った台が昨日死んでたんだとしたら、 BGM が変化した時点でもうやめられますもんね。この方法であればね、朝一前台1ゲーム回されてガックンチェック効かないっていう状態であっても使えますからね。ちなみに今ここ以上にアイムで三大並びっぽいところあるのかな。この三大並び的な取材の時にアイムに入ってなかったことは1回もないんですよ、過去13回で。だから必ずどっかにあるんだけど、いややっぱりここだな、もう1箇所ね、ここっていうかここ4台並びじゃないかな、右2つ隣からで、もう1箇所の4台並びっぽいところがありますね。化け角が、242、318、279、258、あっちの方にね、4台並びが2箇所あるんじゃないかな。うん、やっぱ大丈夫だよ。次こそ出ようでした。苦しいけれども移動できるとこもないし、まあ、完全否定は本当しないんですけど、まあ、僕の台もいいとこがないっていうだけで、実際右の台はこう設定したジャックが出てて設定位置を否定してるんですよね。もしその普段、しっかりメリハリだった場合は右の台は当たりの可能性が結構高いなと思うん で右の台が当たりだったら僕のも当たりだと思うんですよ。ああ多分大丈夫、多分大丈夫、さすがに。ああしんどかった。22本で536、なかなか 10% 引けねえよね。537ですね。お、いいねクリア。シェリーまで上がって、さあ起走した。10ゲームか、まあいいでしょう。厳しいね、厳しい。いや楽しいとことかね見せたいんですけど、厳しさばっかりこう見せてますね。お、今日黄色でクリアするの2回目だよ。飲まれずに初当たりが引けましたと。この 10% 行きたいな。まあまあクリアよし、レオンよりはよし。お、あこれ4否定だね、4否定。まあ今日は5、6が並びで入る傾向にある取材なので、マジ悲しい。左の新割がやめますね。左の人がやめる理由ちょっとお話聞いたんですよ。そしたら一番左の新鬼が 4、5、6 角出たから映ると。でそれって映る理由としてはあんま気にしなくていいって見えてるんですけど、あそこに 4、5 があるってことはっていうね、あそこから3段になれたら僕の届かないんで。次こそはね、まあでも単品フェイクとかもあるかもしれない。すげえ出てやめてんだ。3台3台の6台なるとかもやってて、他があまりに見受けられないんでちょっといけないな。これだけいいですけど、でもこれも3の7なんですよ。まあ絶対僕はレギュラーの方が大事にしてるんですが、どっちかが良かったらいけるんですけどね。右目とかまたこう設定した出ました。右があれば俺のも絶対あると思うんだけどな、まあ、フェイクもあるかもしれない。それこそ角の信用にも右の台もフェイクかもしれないけど、フェイクじゃないとしたら僕のもあって全然おかしくないというかあると思うんだよ。レオです。次こそ、まあ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 緑のだけありがたく40。お、これ強烈役だね、確定だから。回数天井なかったみたいですね。よかったっすわ。348、追加投資4本、総投資26本です。そんな辛いバイオハザード R1 ないから。いやあるか、あるけど辛い。10%いかないよね。
警察署スタートがマジでやだ。お、混雑したですよ。しかもこれ今日ですよね、16は。でこれ俺高設定でしか出たことないっすよ。高設定した今日って強いっすよ。で4決定っすよ。で右いいんですよ。伸びて、別に伸びてもいいのよ。負けることになってもとか言ってるけど、全然伸びてくれてもいいし、警察署だし。お、赤期待しよう。弱チャンス目だけど、あ、消灯した、パネル消灯した、よかった。確定です。で今日1回も完成させられてないんですよ、何にも。させましょう、1回ぐらい頼むよ、お願い。よし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 。リプレイが理想。あ、まあまあまあいいでしょう。一番現実的に増やせるやつなんで、15万円の40何パーで乗せます。よし、でたまに増殖もします。白目は寒いんですけど、それでもダメ角ではない。ああ白目か。でもそろそろ1回ぐらい。よし、まあ、10ゲームだけどもね、多分ね。あ、レアク、これ話別よ。あ、スイカに乗るぞ。10ゲームか、増殖しろ。新鬼だったらスイカでかいんだけどな。奇数資産、まあ、どっちかっていうと奇数資産の方が多いね。弱が4回、強が1回。いやでも偶数したら強が2回出てるか。で4否定、構成ってさ強。まだ少ないけども可能性はあるね。そんなことよりプラス40ゲームだよ。そんなことよりってことはないけど。おーす。あれでこれ、この発展する流れで、その間流れでリプレイを引いて、その間に一度もリプレイ引いてないんで、これでチャンスを言ったら赤で当たってますね。そういうのもこう設定が起こりやすいところです。当たればね。あ、当たった、赤でいってます。あれ急にちょっと挙動良くなってきたんじゃない。出玉は全然ついてきてないけど、諦めないで。なんだっけ、諦めないでもデフォじゃないですよね。諦めないでは算するいない示唆強です。やっぱ設定いいかもしれないですね。そのやっぱり高設定って、まあ、そこ出てないんですけど、算する以内の天井が選ばれてること多いんですよ。次こそはね。よし、で今、緑で今赤に行った演出に行ってて、それが1回リプレイ引いてるんですよ。なんでこれでもしチャンスを行ったら赤で行った可能性と緑に行った可能性、どっちもあります。まあ、どちらにせよ、紫ではないんでいいんですけど。お、あ、これ行くわ。急になんか挙動良くなってきましたね。自分の設定気がついた。あれ、またそんな振り分け濃くないんだけど、またこれ3じゃないですよ。2回連続には初めてだ。え、諦めるわけにはいかない。そりゃそうだよ、外したよ。なんか急にマジで挙動が良くなってきましたね。あとは出すだけだよ。レオンか。これで偶数資産弱が2で強が2で、強が1なんで、まあシンプルにこれを捉えるんだったら偶数寄りだと思うんですよ。で高設定さ強が出てるんで、高設定だとしたら高設定4、5、6じゃないですか。で4蹴ってるんですよ。 6? 嘘でしょ。6だったら怒りますよ俺。逆にこんなひどい展開はと、まあ、あり得るんだけどね。また警察署だし、あでも地域住民は盛り上がってるか。もっと地域住民でしょ絶対。わざわざ遠征してこないです。あ、これまあまあ熱いよ。まあまあ熱い。いきなりフリーズします。
る、よかった。いやー、好き、真心警察署好き。よし、ちょっとだけ、ちょっとずつだけやれるようになってきましたね。挙動も良くなってきたし、さあやれるかどうか、ここよ、すべてここがやれるかどうかなんだから。よし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 、でここ2個連続で取ろう。これだけ取ってもね、ほんとしんどいんだけど、あー取っちゃったね、これだけだね。まあでも乗せたら増殖する可能性が上がるんで、本当はねこれと何か合わせるの、まあ理想は3つなんですけど、なんか合わせるのが良かったんだけど、まあでも頑張ってくれるかもしれない。今日ナチュラル7揃いとかも1回もやってないんで、ここでするかもしれない。してやるぜ。カットインすら出てなくない？悔しいっす。奇数しさ、奇数増えてきて、まあ5だったら現実的ですよね。なんかね、警察署だけど1ゲーム無理やりです。今日だったら2分の1。あ、でも赤いけるかもしれない。お、またさっきね驚きのフリーズした。よっしゃ、急にやりだしたね。おお、ナビ出てないでしょ。ってことは、リプレイなんですよ。こことここが合わせられたら最高。お願いします。あー、いや7揃いでもいいよ。7を取ると終わらせなんて試してしょうがない。よし、まあ、3つっていう贅沢は無理でしたけど、いい2つ合わせられてスーパーになりました。これ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 よ、7揃い最低1回、上乗せ30以上、そんな高い目標じゃないんですよ。あ、やっと楽しいとこできる。あ、輪っかじゃないかい。あ、そう、上乗せもあるのよ。よし、だ、ほんとベルいらないんですよ、普通のベル。あ、赤、赤目いただきました。もう20ゲームじゃん、最高。青か。あ、お、上乗せ頑張るね。7揃いもお願い。あ、まあまあ、まだ7揃い起こる可能性はあるけど、うん、ダメでしたね。まあでも、うん、上乗せいっぱいしたんで、いっぱいっていうか40ゲームだけど、 もともとボーナスいたら50もらえるんで、さあ行くぜ。でここで、研究所ぐらい。あ、研究所乗ってきたぜ。合格です、上から2番目。これレア役でどれぐらいとか忘れたけど、あー、もう決まってます。マジで楽しい。そう、これこういうのやりたかったんですよ。ずーっとできなかったのよ。まあ、どこまで伸びるか分かんないですけども、まあ、こういうの、こういうノリノリ感を見てほしかったり、まあ、1ゲーム終わり1回もなかったんで、まあ、しょうがない。1回ぐらいはあるわ、それ。よしよしさね。まあでもね、それまでがやれなすぎて、まあ、なんか結構やれたなみたいな。ある程度しょうがないんだよね、システム的に多分。よし、でもね、頑張りますよ。嬉しい、今日初めての増殖。じゃあ今日初めての7ドル、そして今日初めての増殖はここ。最高のタイミング。5だけじゃなくて、正解に6も使う可能性があるとか、いつもよりもね、なんかちゃんとホール攻略、今日はできたような気がします。
我々2人の視点からの攻略番組、我流の心理も見れるジャンバリ .tv。 もし未登録の方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。